お疲れ様でございます。 AI 作曲の時間でございます。このコーナーはですね、いろんな AI ツールを使って私が日々楽しんでいる模様、そして YouTube のネタにしている模様をお届けしたいと思います。今回はスーノという作詞作曲サイトですね。こちらの方はですね、まずここの使い方を説明するよりも別のサイトをまず行った方がいいかなと思います。でこちらにね、もう私がすでに作った曲とかが結構あるんですよ。タイトル見てもね、なかなか面白いでしょ。はい、ではね、こちらのジェミニの方にまず行きます。でここで例えばなんですけども、こういう風に入力します。昭和から令和への家族のあり方の変化、その寂しさと時代の移り、これでいいかな。これでどうでしょうか、曲になるかな。あー、できましたね。はい、なんかこう歌詞になりましたんで、これをコピーして、ちょっと手間かけてすいませんけど、こちらの方に搭載したいと思います。カスタムね。で昭和から令和家族の形、これを切り取ってここに曲のタイトルにしますね。であとはこの辺を余計なところを削除していってですね、あ、消えちゃった人だろうか。はい、はい、こうやってこうやってこうやって、歌詞もね、細かくこう見ながら修正するともっといいんですけども、今回はそれをせずにね、もうすぐにドンと言ってみようかと思います。でここで曲調を決めますね。どんな曲調でいくかというと、 J-POP でいきましょうか。J-POP エレクトロでいきましょう。これでいってみましょう。これでね、これを押すと曲が作ってもらえるんですよ、曲を。で一度に2曲作る設定にしてます。はい、曲はね、昭和から令和家族の形ですね。もうすでに5分経っちゃってます、すいません。でも逆に言うと5分しか経ってないでしょ。一つの曲を歌詞から作って、きちんとねミュージックシーンにしようと思うと何日もかかるんじゃないですか。プロの方でも1日でできることはあまりないと思うんですよ。今はねこのツールを使うことによって AI ですよね。先ほどのジェミニも AI ですからね。このスーノという AI ツール、作曲ツールと、こちらのジェミニっていうね、AI の対話ツールを使うと、こうやってねいとも簡単に作曲家ができるというね話でございます。さあどうでしょうかね。もうちょっとこねくり回すと3分とか4分ぐらいの曲ができるんですよ。でしかも J-POP とエレクトロっていうのを入れてますけども、前回作ったエリア88、こちらのねアニメをモチーフとした曲ってのはヘビーメタルとギターを中心とした曲になってます。ちょっとこちら聴いてみましょうか、待ってる間に。かっこいいでしょ。もうイントロだけでね、なんかワクワクするっていうかね、私なんて、お、曲ができてきてるなって気がするんですけどね。ちなみに歌詞はね、こっちの方に出てるんですよ、これ。でネットはね、ある程度ねこの先ほどのジェミニが探ってくれるんですよ。ですんでエリア88という漫画がありますがみたいな書き出しでいいんですよ。エリア88というアニメがありますがっていう書き出しもいいですしね。そうすると自動的に認識してネタを拾って、あ、エリア88ってのはこういうストーリーなんだなっていうことで、それに即した曲をこう作ってくれるんですよね。はい、じゃあね、これまだ完璧にできてませんけども、再生ボタンを押してみましょうか。いきますよ。画像もね。
どうですか。はい、こんな感じですね。ここら辺に止めておきましょうか。で、曲は完璧にできまして、全部で3分6秒の曲になりましたね。で、もう一つのバージョンっていうのが3分49秒ですけど、こちらもちょっとだけ再生してみます。全然ムードが違いますね。歌詞は同じです。ほら、ねえ、こういう風にして AI で作詞作曲ができるわけですよ。なんとも簡単。はい、ここまで10分もかかってませんけども、2つの曲を作るのに10分以下ですから、まあ途中ね、前半の方もたつきも私ありましたけども、まあ10分で2曲ぐらいできたら、これがそのまんま、例えばね、ご自身の作る YouTube の BGM に入れたり、それとかね、こういう曲そのものをどんどんYouTube に専門のチャンネル作ってアップロードしていったら、まあね、オリジナル ABEX スタジオが完成するということですよ、うん、お抱えのタレントを抱えて毎日毎日いろんな曲を出すことによって、そのチャンネルが自由に育っていく、まあ、そんな YouTube 作詞作曲家ライフも楽しめるんではなかろうかと思います。それでは。